はい、よろしくお願いします。はい、ではこれから質問をします。はい、よく聞いてください。まず名前を教えてください。エムディアジズアブドルアジズ。アジズさんですね。はい、誕生日を教えてください。1998年の2月の12日です。はい、OK です。はい、今何歳ですか。今23歳です。23歳。はい、家族は何人ですか。3人です。先生、家族は何人ですか。3人です。先生、3人。はいはいはい。誰、家族は誰がいますか。両親と私です。はい、お父さんの名前は何ですか。お父さんの名前は何ですか。 AKM ルフラミン・ルジディです。はい、大丈夫です。はい、お父さんは仕事は何をしていますか。エンジニアをしています。もう一度お願いします。エンジニアをしています。エンジニア。はい、大丈夫です。はい、今どこで日本語を勉強していますか。今ヘピーインターナショナルリンゴイズインスティテュートで日本語を勉強しています。はい、はい、大丈夫です。はい、日本語はどのくらい勉強しましたか。6ヶ月ぐらい日本語を勉強しました。6ヶ月ですね。はい、教科書は何を使っていますか。もう一度お願いします先生。日本語の本は何を使っていますか。みんなの日本語です。みんなの日本語ですね。はいはい、今何課まで勉強しましたか。今25課まで。25課までですね。はい、わかりました。日本語はどうですか。難しいですか。ちょっと難しいですが、ですか、面白いだと思います。そうですか、わかりました。はい、ではこれから1から、10まで数えてください。話してください。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、大丈夫です。 OK です。はい、では次、ひらがな、カタカナ、漢字を読んでください。はい、じゃあちょっと待ってください。はい、はい、はい、ではひらがなの1番読んでください。1番はじめまして。はい、3番会社員。8番新幹線。9番どうぞよろしくお願いします。では次、カタカナお願いします。じゃあ1番ラディオ。はい、3番ゾブン。もう一度お願いします。ゾブン。はい、大丈夫です。はい、9番。テレビです。はい、7番。7番ガタン。もう一度お願いします。ガタンです。はい、はい、大丈夫です。はい、では次、漢字お願いします。はい、1番外国語。はい、大丈夫です。はい、じゃあ7番
水曜日です先生。はい。13番。来年先生。はい。が15番。水月先生。もう一度お願いします。あ、すみません。先月。はい、大丈夫です。はい、よくできました。はい。では、また質問しますね。はい。今日は何曜日ですか？月曜日です、先生。はい。今日の天気はどうですか？少し暑いけど、少し暑いけど、ちょっと暖かいです。あ、そうですか。はい。いいですね。はい。趣味は何ですか？趣味は釣りをしたいです。釣りをすることです。フィッシング。釣り。はい、はい。あ、いいですね。はい。では、日本でこれから日本語を勉強してから何をしたいですか？いい大学に入りたいです。大学に入りたいですか？はい、先生。うん、大学で何を勉強したいですか？バイオケミストリーで勉強したいです。うん、バイオケミストリー。はい。うん、もうすごいですね。はい。はい。はい、わかりました。はい。では、これで面接は終わります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。さよなら。